どうも、桜井徹です。ザ・ペデストリアン、続きをやっていきますよ。お久しぶりの生放送しつつのペデストリアン。お久しぶりすぎて、どうなってるのか、わかりません。これ何でしたっけ？この装置何？てか、これ何これ？クリップ？クリップか。あ？クリップどこに繋がるんだよ。これ？何これ？色が変わった。まあ、とりあえず繋げてみるか。ねえ。失礼しまーす。で？で、何なの？これ。これはどこに繋がんのよ。あ、いいの？移動して。はい。なんでいいの？前までね、線切ったら、それで、はい、やり直しやったのに、行っていいんだ。これは行っちゃダメなやつだ。これどうするよ。じゃあ、ジャンプできるわ。ほい！はい！ほい！はい！オッケー。ほい！いいね。なんだか今日はいい天気なのに雨音を聞くと。こういう雨音は好きだな。俺、あれなんだよな。雨降ってる時に。399。雨降ってる時に。車乗るのとか好きなんだよな。いや、運転するとかじゃなくて、ただ単に、雨降ってる時に車の中で雨音を聞きながらのんびりするっていうのが意外と好きです。何なんだろうな。守られてるぜ感が好きなのかな。ちょっとした、あれだよね。隠れが、的な雰囲気を楽しめるからかな。まあなんか好きなんですね。子供の時から好きだな。あら、ずいぶん都会になったね。まあずっと都会だったんだけど、なんだか寂しいわ。なんだ？楽しいゲームをやり始めたつもりなんだけど、すごく センチな感じ。こっちで、つなげなきゃいけないな。まあ、やっぱり、これを起点にするんでしょ？それはわかる。え？いや、ダメでしょ。え？いいの？つなぐなら、こっちだろ。じゃないとね、行き来ができないよね。で、切ってしまう。あなたとの関係を切ってしまう。よし。まあ色がついたら切ってしまっちゃいけねえやん。俺なんで切ったん？これは要はオンにしたらいいってこと？これでオンになってんの？あ、なるほど。しよっかな。え、どうしよう。これっていけんのか。こっちで、これで切ったら今このタイミングで頭が追いつかないぞ。これいけんの？あ、いけた。わかった。インクでその状態を維持できるんだ。なるほど。ああ。
なんか今後大変そうやな。頑張ろう。よいしょ。なんか後ろの方にさ、あのインクのボトルが2個連なってるのがあるけど、難しいんじゃないの。はい、来た。早速ですね。まあとりあえず繋いどくか。わかった。で、これを外したい。これも外したらどうなる。あ、わかったわかったわかったよ。まあまずこうするわな。で、こっちだけ外す。 OK。スイッチが元に戻って前に進めるようになったと。さてと、またこいちゃこ増えたよ。どうしようね。まあまずこうだ。はい。で、ここつないどこう。つないどかないと移動した主人公が戻されちゃうからね。で、ここ外してこっちにつなごう。で、こっちに移動するでしょ。そしたら、これダメか。いまいちこのインクのシステムが分かってないな。移動 OK。 違う違う、インクを先に移動してみたら。インクを先もダメ。じゃあ真ん中だ。真ん中しか、真ん中が戻ってこいっていう印なのだとしたら、えっ？えっ？って言っちゃって。はあ、これでもない。はじめはこれか。はい。こっちに移動する。大丈夫ね。まずこっちに移動しよう。はい。で、おい！なるほど。若干のタイムラグがある。その、戻るまでに。赤い点滅をしてるうちに、このインクボトルをつなぐことによって、戻されるのを防げるんだ。さあ、それを踏まえて、なんかどんどん、ピースが増えてきたぞ。なあ、どうしようか。とりあえず、ここつなごう。鍵取らないと話にならなそうだよね。ああ、難しいぞ。どうするか。ん？上？下？下か。通る。戻る。で、こっちに避難する。おいで。さあ、こっからだ。パパッと。パッ、パッ。オッケー。これで、もう主人公は移動しなくて済む。で、鍵を持った状態だから、どこに行きたいんだ？どこに行きたいんだ？俺は。これだ！これを外して、これもよーなし！これも外して、外してええのか？ここと、ここを繋いでおいたらいいんちゃう？で、これを動かして、スイッチオン。オーライ。オーラ
Right? こっから、こっから、これ外していいんじゃん。いいね。で、こう行って、こう。ん？あかんやん。ちょっと待って。だから、またどうせ同じことしなきゃいけないんだ。今ここにいたら主人公が動けないので、で、またこう行って、こっちに主人公を避難させて、で、これをこことつなげば、前に進める。よし！いけた！へぇまだ脳筋発症してないぞ。大丈夫。頑張れ、俺。そう、これ、いつはどうしたこった。ん？ん？何がどうなってんだ？うん、これ、あっ！上行く。まあ、ここ下降りるのはまあ間違いないわな。ここもさ、ここも気をつけて降りるわな。せやせや。問題は、ここからですわ。あっ。上に行きます。はい、登ります。ほい、はい。あっ。このタイミング。なんてことはない。ちょっと待ってな。ここに置いといてみよう。これを。で、多分、一瞬この下の土台が消えるんだ。そしたら、レーザーが遮られてる！イエーイ！どうしよっかな。まあ、まず鍵だ。鍵ゲット、オッケー。上戻ります。よっよっ。下だな。はい、鍵開ける。ガチャッとする。そしたら上のルートがつながってる。いっしゃ、いけるいける。ほっはっほっはっほっ。よし、さあ次はどこだ。ああ、降りるのね。オッケー。これは、あ、全部繋がってる。あー、はい、ここ拠点ね。わかった。じゃあまあ左下から行くか。こっから難しくなると思うぞ。さらに分かれる。じゃあまあ鍵から行くか。鍵がこれ。まずこれはつないでおく。で、これと、これと、何をつないでおけばよいのだ。これか。これとこれで、まあ、ひとまずはね、鍵をゲットできるっしょ。で、下に降りるのはここだから、これつないで、でまあ、初めのうちに、これとこれをつないでおけば、まあ、ここが避難所になるわけだ。黄色いところがね。避難所になっちゃったら、非常に楽になっちゃわないかな。まあ、こっから、ああ、これ降りちゃったらまずかったかもしれない。そうでもないか？あれ？鍵って俺もう一個手に入れたっけ？手に入れてなくない？あ、これまだ通過か。え？
ちょっと待って。私、鍵手に入れた？手に入れてないよな。ちょっと待って。わかったわかったわかった。で、ここでインクを外さずに、これとかやることによって鍵が戻るんだ。ねえ、そういうことだ。で、ここから行くためにはこことここをつなぐ、あ、違う違う違う、とまた上登って、鍵をゲットできるな。で、戻ってきて行けば大丈夫。ここからまたあのセーブ機能を使ってね、避難所を使ってこっちに行くことによって鍵を外に持ち出せる。なるほど。これは大変だぞ。まず鍵はここに置いときゃいいのかな。あ、なるほど、鍵はここだな。で、箱を持ってきて上に行けるようにしなきゃいけない。さあ来ました。あ、私の大好きなレーザーがありますね。非常に嫌な予感がします。で、ここのスイッチを使ってここの、え、そんなことしたらわしレーザーに当たってまうやないか。どないしよう。うん、とりあえず箱を持ってったらええ話や。どこを保存すべきかな。とりあえずこっちに行ってみよう。ああ、なるほど。じゃあ保存すべきはここだ。で、こうして下に行くっしょ。で、まあこの箱がね必要なんですよ。で、箱こっち持ってって、ポッパッパチャッやることによって、やることによってどうなったんだ。あ、これが作動したんじゃない、パチャってやったから。ちょっと待ってね。あ、桜井10ってなりました。どうする。うん、とりあえず箱を上に持ってくることは成功したぞ。で、押してみる。そしたら、私は何をしてるんや。だけどそれじゃ俺登れないじゃん。またここでスイッチ触らなきゃいけない気がする。で、これをですよ、またすることによって、そうですよね、そうですよね、箱がここに移動するけどスイッチは入ったままになる、そういうことだ。はあ、あ、これわしどうやって帰りゃいいの。ジュってなっちゃ いかんよね。え、わしどうやって帰りゃいいの。ジュあ、え、
は俺どうやって帰りゃいいのよ。上に運ぶ方法は分かったよ。うん、上に運ぶ方法は分かった。俺はどうやって上に、あれか、インクか、インクを使ってだ。あの、その場に入れないようにすりゃいいんだ、うん、主人公が。これ今スイッチ入ってんのかな。おお、そうね、そうね、要はインクでこう動かないようにしたらいいんだ。これで今スイッチに電源が入ってる状態でしょ。でここでこうして、こうして OK で外したら、そうね、そういうことか。要はこいつだけここに置いときたい。主人公は移動しちゃダメ。あー難しい。ただもう分かった。はいはい、分かった分かった。どうこう、こういうことでこうなんすわーっていう説明はできませんが、なんとなく分かった。うん、感覚やなほんまに。置いときます。で移動、これもだな。お、よし、でだ、でだ、主人公だけ元の位置に戻すにはこっちを避難所にしなきゃいけないというわけで、これを移動。 OK、 終わった。はい、こうね。よし、なんとかなった。はいはい、登ります、登ります、登ります。よし、鍵ゲット。はあ、何、私の、私の心、何その意味深な、私の心は、え？もう意味深すぎるぞ。よし、もう一個ぐらいクリアできるかな。これ上いけないんじゃない？いけないよね。これ使える？使える、 OK。ああ、鍵があるから。ガチャ。え？おおおおお、上のクレーンが動いてんのか。どこに行くの？おおおおお。へえ。え？あ、開いたのね。開いて電気も通じるようになったと。じゃあバッテリー取ってこよう。ここはまだ通過のところじゃないぞ。ああ、
箱が足りない、箱が2個あればいいのね。箱2個持ってこいと。 OK、 持っていきましょう。うん、安全地帯をいっぱい使わなきゃいけない感じがする。そうですか。レーザーをまず止めなきゃな。うん、レーザー止める。で、止めた状態をキープ、おっとキープしないと外したときに、あれ、ああ、ポジションね、レーザーが復活しちゃうからね。で、もう一個これつなげたいわけだ。で、ジャンプ台を復帰させなきゃいけない。ああ、主人公が戻る分にはいくらでも戻ったらいいよね。これでジャンプ台がついた。で、ジャンプ台はまあいつでも使えるから、早々に外しとくか。え？人も持ち物も移動しちゃうか。じゃあここもあれか、セーブしとかなきゃ。セーブというか、使えるようにしとかなきゃ。え、ダメなの？じゃあこれどこに持ってきゃいいんや。あ、今レーザー外していい。え、これは俺今何をしてるんや。うわー、いいいいいい、これでいい、これでいい、うん。で、こうしたいんだ。で、今トランポリンは作動してないから右に行けると。はいはい。で、持ってった方がいいのかな。おお、やらなきゃいけないのはここ外しちゃった。あ、いや、けど鍵もダメだよな。ここは、このスイッチは何のスイッチ？上のレーザー、上のレーザーを止めるスイッチ。俺は何を持っていきたいんだ？ブロックか？鍵か？ブロックはここにもあるから、これを持ってきゃいいんでしょ。だからここを保存する必要はないよね。あー、保存しなきゃいけないんだ。鍵が持っていけない。難しいじゃないか。これは難しいですね。あー、頭の処理が追いつかない。まずこれだ。で、保存。ここもついでに保存しとこう。あ、違う違う違う。で、あ、わかったかも。こうでしょ。で、こうやるわけだ。トランポリンは切ってもいい。で、戻る。
で、今こうしとくでしょ。わかったわかった。で、これを持ってって、ここであの台座を下げさせる。そしたら、鍵が取れるわな。で、鍵を取って、何が大事かと言いますと、これ外したらどうなる？いかん。これもかん。お、どうしよう。主人公をこっちに避難させる。そしたら？はい、避難できた。で？あ、こいつを、この石をですよ。石じゃない。箱をここに置いとく。そうすることによって、うん、戻る。で、これを、ああ、いかんいかんいかん。で、俺はこのスイッチを入れたいんだ。このスイッチを入れないと動かないから。ただ鍵ここに置いといたらどうなるんだろう。そしたら、わかんなくなってきた。どっかで俺入れ間違ってるか。あ、ちょ、これで、で、これ主人公だけしか移動しないっしょ。だからここでカチッとやって戻って、またこれをえってやったら主人公だけ戻って、で、これ今スイッチ入った状態でしょ、あのジャンプ台のね。で、これでポン、オッケー、はい、行こうね。うん、もう一個いんのね、わかった、行くか。実数、わあ、またこれ難しいな、どうしようかな。どうしましょうね。まずはここも避難、全部避難所になるな。まあルート見つけないといかんって感じかな。とりあえずここ行って、ここを避難所にしよう。こっち。お？で、ここも避難所にしよう。で、今行けるから、ん？タイミングでどうこうなる問題か、これ。うん。ん？ここ外したら？はい。難しいぞ。だから降りるには、
ここが土台とレーザーとどっちにも影響してんだよな。でここに降りるとこに行くためには降りる選択肢がここしかないんだよね。でまあいずれここのボタンを押してここの台を消して持ってくのはわかるんだけど、それに行くためのルートが見えないぞ。これは難しい。全部保存できるんだよな。ちょっと待ってね。よっ。うん。うん。で？あ、これ出られないよな。で、これ、入り口なんだから、俺変わらないよな。こっからどうするよ。落ちる間に解除して何とかするとかっていう、そういう話？そんな曲芸みたいなことできないでしょ。でレーザーはくぐり抜けなきゃならないんだよな。え、なんとかしてならないのかこれ。これはどうした。俺が戻るだけか、これ。これ外したら？ああ、まあ単純に、レーザーが、あ、え、これって、あれか、止まったっけ？時が。時が止まるんだったら余裕ですわ。いきますよ。おっ。時が止まるじゃないか。はい。なんだ。その仕掛けさえ分かってれば、非常にぬるゲーな感じがありますね。ここから私はどこに行きたいんだ。だからこれを維持したいわけだね。でこれを外したら俺はどこに行く。ここに行くな。で私はどうしたいんだ。こうやってだ。こことこれを結んでおく。そうすることによってガチャ。うん、いいね。いけた、いけた。よし、二つゲット。ほい。ほい、ほい、やったぜ。まあ、こんなもんよ。すげえ悩んだけど。はい、持ってきました。これなんだっけ。ここか、つなぐんだ。はい、じゃあ時間がちょうどいいのでここで一旦終わりたいと思います。ザ・ペデストリアン、久々に見たけどやっぱ面白いね。はい、ご視聴ありがとうございました。またよかったら続きも見に来てくださいね。ではでは。